今日はネイルししてきました、うん、あどうしたんってあの昨日のショールームの分もできてないなぁと思ってそお風呂入りようと思ってんけど思い出して急きょやっております今 <laughs> そう。今日ネイル行ってきた。うん ねえほんまにう <laughs> 嬉しい逆,逆転王子様うわありがとうねこんばんはヤほホーヤホーそう昨日はユニットで逆転王子様がをすることができあの ユニットをコンプリートすることができました。<laughs> ね。うん、こんばんは。やほやほ。ええー、ほんまに。そう、逆転王子様な、結構なんか覚えにくくて、アンジュ。<laughs> あの踊りが。 そそうう家でひたたすら踊ってましたね逆転王子様そうユニット制覇しましたチーム M のユニットうんー、えー、ほんまにあとチーム M のユニットでやってみたいって言うならシーズ・ゴンのセンターぐらい <laughs> そうなんか一回はな逆転王子様したいなと思ってたから嬉しかったできて。 そうあとはシーズン後のセンターをいつかしたいなって思うぐらいですね。<laughs> 本当にめっちゃ見てる？うわ入れてよかったって嬉しい。うん そうなあいつかセンターやってみたいシーズンのなんかネイルした時ってずっと見ちゃうねんなあ <laughs> こんばんばはめっちゃくしゃみが出そうで出へん <laughs> <laughs> うんね逆転王子様のさ <laughs> ごめん <laughs> 失礼そう逆転王子様のさ衣装がさめっちゃ何どうやったらいいあの かわい,い系やからさ不安やったけどうわっそうついにねリハーサル期間に入ったんですライブの癒 <laughs> ーされに来ましたうわこんばんはえー、ユニットで一番難しいのアンジュは逆手おむじ様やな難しいのは うん、新しい服とか買ったらすぐ着ちゃう <laughs> うわそうやな。アンジもそうやばすぐ着ちゃう。<laughs> うわそうやな。えっとね、夏ンのあのグッズが出ておりますのでまた告知しなければ。 昨日桂斗さん歩じ逆転おじ様は <laughs> ねやってみたいなってセンター <laughs> そう難しいほんまにうわ美しいって言われるのが一番嬉しいかもしれん <laughs> ありがとうねえ789のライブねうんシリーズ・ゴーンは楽しい方やわまだ踊るのうん今回もねいくつか玲子さんがグッズを考えてくださってあんじゅチェキフチェキフ ななにんかあったやんグッズあれが欲しいえ、ね、ありがとうこんばんはえー、ほんまにえ全然待ってますこいとつ。 あーほんまやそう愛花がな杏樹と愛花の高校生時代の写真をあ <laughs> げてたああそうやなもともとのポジションがケイトさんのところに入りました昨日うんーあらサクちゃんいるのうわー寝なさいよ <laughs> 寝なさいよって おねんねの時間や <laughs> 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 でも言うてあんじ全然な寝れへんタイプやから言う権にないけど <laughs> あれランダムにされたのがショックっていうええー、あランダムなんやあおほんまやランダムやそう見たわ見たわうああそうなんやそう ランダムらしいな見たわアンジュもランダムなんやーって<ー>アンジュの初日はジレンマやったえっと「記憶のジレンマ」っていう曲でしたん<ー>こんばんは。 JK 時代の写真あんじ、JK 時代のあんま撮らへんかったんや写真なんかあんまあでも友達との写真はあんねんけどあんまりあんまり撮ってないなうん,なんかあげれる写真がないねんなあー今日昼より出とったんか大変やうん <laughs> お疲れ様やええー、そうやなぁシオンなアンジェびっくりよほんまにもう涙止まらんかったもんやばいと思ってうん。そうサクちゃんと喋りたいねんけどな喋れてないねんなそう冠したいねんアンジェとシオンとフーは不安によんで えー、めっちゃ曲者見えそう何食べて今日クレープ食べた <laughs> えあれおすすめよあのー、和菓子好きな方は絶対好きやと思うあんじがインスタに載せたあじさのアイスあでももう終わったわ6月までやってんあれ多分。 アンジの,うちのえー、ほんまにあのー、浴衣うんああそうなんか今日のカジュアルえー、ほんまに嬉しいわ <laughs> アンジュのこと考えながらってもう <laughs> こんばんはあやばい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  ハローねえ冠したいなうん何時は歌もダンスもできるからええうそやんほんまにうんそう結構ねシオンとほんとになんかなんやろ なんか2人でカフェに行った時とかそう座って話したりとかする時間が最近結構多かったんよなんかいろんな話することが多かったからうーわーってなったわほんまにもうなー話すわ <laughs> 8月やもんなうん 44にね「韓国来て」って言われたからまた行きたいなーってん <laughs> かずっと行きたいなと思ってるんよ韓国だからないつか行きたらそれこそ「不安に読んでな行きたいなとも言ってたんや <laughs> そう行きたいんよな世界遺産も「アンジュって「はい」<laughs> うん確かに言ってたなしよ。うわ、帰り道なう。大変や。帰り道そんな時間か。あじさい味。あえー、なんかな、じあんずな、結構、お花の味が苦手で。<laughs> なんか、やけど、そんなんじゃなかったん。あの、和菓子あんこみたいな。 感じでちょっとあんこ食べられへんから <laughs> そう一口食べて上の部分だけお母さんに食べてもらってんけどほんまにあの京都やからかめっちゃ和菓子ほんまに和菓子なんかお花の味とかでもなくてあれ上の部分めっちゃ和菓子やった。 あ2002年6月10日生まれ1 6 3センチ大型ちょっと欲しいねんアンジュ164やねんな <laughs> こんばんは未だに成人メンバーイベントでの弁当箱発言思い出して笑ってそんなこと言ったっけえっそんなこと言ったっけアンジュごめん覚えてない申し訳ないうわ確かになビルビーやりたいよな まだ行けてないあーそうなんかああそう開演前あそうそうそうなんかねあのメイクルームの時にシオンとアンジュともっちゃんの3人だったんですメイクルームがその時にいる時のシオンの雰囲気がちょっと違うなと思ってえこれもしかしてと思って聞いたんです うーん,うーんええー、嬉しいアンジュコールねめっちゃね聞こえるんです公演の時もう嬉しくて嬉しくてコールも,うもっと叫んでってなる <laughs> そうシアンとねふわっとアンジュで行きたいなってうん確かにね し,ゃみをしすぎてちょっと鼻声体調悪いのそれは頑張って体調壊しやすい時って戦ってるもんななあ嬉しいわコールコールめっちゃ聞こえるでもうびっくりする なもう結構本当にすごいと思って嬉しいですな会いたい待ってますあんじもやばい15分経ったね嬉うしかったもう生誕祭の時があんじ忘れられへん <laughs> あれはやばいわコール嬉しいほんまに喉を壊さないようにだけ やばい十五分経ちました。<laughs> やばアンジュはモバメを書かなければいけん。うん。ね頑張ります。やばいじゃあそろそろちょっとランキングを読みたいと思います。うん。十歳の方から十位の方エイジさんありがとうございます。十あ変わっちゃった。 13位の方、のりぐらたんさんありがとうございます。12位の方、かえでさんありがとうございます。11位の方、はわ、さくちゃんのお花形かな。さくちゃん大好きあ。ありがとうございます。10位の方、ワンポールさんありがとうございます。9位の方、ゆうじろうさんありがとうございます。8位の方、大吉さんありがとうございます。7位の方、救急医さんありがとうございます。6位の方、あー方かずま優うさんありがとうございます。 5位の方村人 T さんありがとうございます4位の方安部さんありがとうございます3位の方玉広さん玉広さんありがとうございますありがとう2位の方鎌刈さん鎌刈さんありがとうございます1位の方しんちゃんしんちゃんありがとうございますありがとうではうん少しの配信でしたがありがとうございましたではまた えまあえ円、ー、ほんまやさくちゃん35位に入っとうやん <laughs> えー、さくちゃんありがとう星投げてくれたんうんありがとねではまたおやすみなさいよ皆さんありがとうございましたまたねーバイバーイ <laughs>